はいどうも、こんにちは。オレンジ先生です。よろしくお願いします。オレンジ数学クラスの J129、資料の整理丸1、度数分布表の回になります。問題 PDF は動画概要欄のリンクを辿ってご活用ください。そして、版社 PDF はオレンジメンバーレベル2というね、メンバーシップ制度をぜひご検討ください。よろしくお願いします。え、それではね、早速やっていきましょう。はい、ということでね、まあ、前回までは立体図形、えー、空間図形の回が、まあ、ずっと続いてたわけなんですけれども、今回からちょっと新たなジャンルですね。まあデータ 分析みたいいいななとととこころにに入っていくということになりますで今回やるこの度数分布表とか、まあ、後々出てくるヒストグラムとかっていうのは、まあ、入試においてもそこまでメインのジャンルではありませんどちらかというとサブ中のサブみたいな感じなので、まあ、がっつり難しい問題とかっていうのはなくてですねとにかく出てくる用語そして度数分布表ヒストグラムって何なのっていうところ。 が、しっかりと、分、えー、かっているだけで十分ですから、まあ、今回ね、2台出しますけれども、まあ、出てくる言葉の意味、そして問題を解けるという段階までは、えー、しっかり復習しておければいいかなと思います。はい。それではね、早速、四角1番からいきます。次の数は、A 中学校の1年生男子20名の握力の記録を書き並べたものである。で、まあ、バーと書いてありますね。37、15、24、33、バーと書いてあります。 で、カッコ1番、右の度数分布表を完成させなさい。また、範囲を求めなさいと。で、カッコ2番が、階級の幅は何 kg ですかと。で、カッコ3番が、属する人数が最も多い階級の階級値を求めなさいということですね。はい、じゃあね、ポイントです。度数分布に関わる、まあ、基本的な用語に関して解説しておきます。 はい。まず、階級という言葉ですね。資料を整理するために用いる区間ということで、まあそのままね、この言葉の定義自体は覚えなくてよくて、まあ、その階級とはどういうものなのかというのがわかればいいです。 今回でいう階級っていうのは、まあ、ッコキログラム。これは要するに階級を表すための単位、キログラムを使いますよ、ということですね。まあ、基本的にはんちゃら以上、んちゃら未満という形で、まあ、区分けしていくということですね。だからここでは、その握力に関してなんですけれども、15キログラムから20キログラム未満ですね、の人に関してはこの階級ですよ、と。 で、20kg 以上で 25kg 未満の人に関してはここの階級だと。だから全体を1,2,3,4,5,6階級に分けているという感じですね。まあ身近なところで言うと、まあ、資料の整理、データ分析に関しての問題ではないんですけれども、例えばボクシングとかもね、 階級がありますよね。その体の大きさ、体重の違いによって、まあちょっとフェアに、フェアな戦いをするという意味でも、ヘビー級とかフェザー級とかね、それぞれの体の大きさに分けてですね、階級があったりとか、まあ柔道とかレスリングにもありますよね。柔道とかだったら何キログラム級みたいな。そういったものっていうのは、体重のキログラムによってこう階級が分かれていると。だからそれも資料の整理ではなくて、資料の整理っていう数学の問題ではないんだけれども、同じ意味での階級という言葉が使われています。ま だから階級って何だっけと思ったらあ柔道とかボクシングのあの階級と同じ感じなんだなみたいな感じでイメージしてくれたら分かりやすいかもしれないですねこんな感じでえ階級ごとに分けますよとでまあカ2番で階級の幅はって聞かれてるんですけれどもじゃあ階級の幅って何かって要するにそれぞれの階級のこの区間の幅ですね だから今回だと15から20だから、まあ、5kg ずつの幅でえ区間を分けていますよということです。まあ、だからカッ2番の答え先言っちゃいますけどえ答えは 5kg ですね。例えばこれが15から25、25から35、35から45みたいな風に階級が分けられていたとしたら階級の幅は 10kg ね。 10kg ずつの階級の幅で分けているよということになります。はい。階級値という言葉もあります。これは各階級の真ん中の値というふうに表現しておきましょう。まあだから、例えば15以上20未満の階級における階級値はって言われたら15と20のちょうど真ん中。だから15と20の平均取ればいいですね。15たす20で35、3 5る2で17.5。だから、この一番軽いところのね、階級に関しての階級値は17.5になると。 例えばここの2段目の階級値はって言われたら22.5ね。そんな感じで各階級の一番小さい値と一番大きい値のちょうど真ん中の値が階級値と呼ばれるものになります。まあこれは覚えるしかないですね。はい、今度はまあ度数分布にも出てくるこの度数というものですね。 これは、各階級に入っている資料の個数、まあデータの個数ということですね。まあ要するにこの話で言うと、じゃあ20から 25kg の階級には何人いますかっていうことですよね。だからここにも度数、カッコ2って書いてますから、ここに入る人数が例えば10人だとしたら、ここの階級20から25の階級の度数は10となります。まあ単位をつければ10人ということですね。だから、度数分布っていうのは、それぞれの階級にどれぐらいのね、度数、まあつまり数がデータが入っているかということです。 どういう風にデータが分布しているかということになります。はい、最後です。範囲、もしくはレンジとも言ったりします。まあ、要するに日本語か英語なんですけれども、えー、範囲というのは何かというと、資料の最大の値から最小の値を引いた値と。 いうことになります。で、この範囲に関しては、この度数分布表からは実は細かくはわかりません。なんでかというと、要はこれって階級ごとに分けてるってことは、具体的な数字がちょっとわかんなくなるよね。例えばさ、この一番軽いところの人数、度数が2人だったとしても、その2人がさ、19kg、19kg かもしんないし、15kg から 15kg かもしんないじゃん。で、その15から20未満の中でどこ、 どういうふうにその2つのデータが分布しているかどの数字を取るのかっていうのは分からないので 範囲に関しては、この度数分布表だけでは分かりません。こういうふうに具体的な数字があって初めて、最大値引く最小値っていうのができるのね。だから範囲と聞かれてやっちゃいけないのは、あ、範囲ってことは一番大きい値から一番小さい値を引けばいいんだと思って、あ、45が一番大きくて15が一番小さいから45、45引く15で30ってやっちゃダメなんですよ。あくまでも実際にあるデータの最大値から最小値を引かなきゃいけない。 だから、このいっぱい数字がね、20個の数字がありますけれども、これの中の一番大きい数字。まあやっちゃいますけど、41が一番でかいと。一番小さいのは15が一番小さいと。だから41、41-15っていう計算をしなきゃいけないわけね45。45-15ではないことに注意しましょう。 はい。一応書いておきました。階級の最大副最小ではなく、実際のデータ、実際に存在しているデータね、の最大副最小であるということです。はい。とりあえずね、この4つの言葉について、しっかりと理解しておいて、 ま、この、この日本語通りに覚える必要はないんですけれども、あ、じゃあ階級値って何とか、階級って何じゃあ範囲って何って聞かれた時に、ちゃんと自分なりの言葉で説明できるように理解をしておきましょう。覚えておきましょうということね。はい。それではね、まあ、これを押さえた上で問題を解いていきましょう。カッコ1番右の度数分布表を完成させなさいと。はい。この度数分布表を見ると、度数のところが書かれていませんから、まあ、度数のところを埋めるということになります。まあ、ここに関してはもう空白でいいよ。だってここは別に階級が示されて いているわけではなくて、あくまでも説明の欄だからね。ここは別に書かなくていいです。この階級に対してその度数は何人いるか、この階級に対して度数が何人いるかということだから、こっからここまでだね。を書くと。 いうことになります。はい。なので、まずはですね、15以上20未満が何人いるかっていうのを数えていきましょう。で、数え方は別に何でもいいですよ。例えば、正の字書いてこう、123ってやっていってもいいし、小さい方から数えていって、あー、じゃあここは何人だみたいにやってもいいしね。まあ、なので、今回は、まあ、オーソドックスに、正の字書いて数えていきましょうかね。はい。じゃあ、この頭からいきましょうか。はい。一番最初が37。ですから、ここですね。で、この正の字は最後ね、消してくださいね。最後消すよ。 あくまでもこれメモなんでねはいじゃあ次15ですからここ15以上ですから含まれますね次24ですからここで33だからここ。 で、23だからここで。19だからここですね。で、28だからここ。で、41だからここで。36だからここ。で、25。25ちょっと注意してください。これね、一見どっちの階級にも25という数字が含まれていますから、あれどっちもかなって思っちゃいけないですよ。上の方はあくまでも25未満、つまり25を含まない。一方でこっちは25以上、つまり25を含むということですから、 あくまでも25というデータはこっちに入る。これ気をつけましょう。はい、じゃあ2段目ですね。31からいきます。31はここ。26はここ。29はここ。40。これも注意ね。40どっちに含まれるか。40未満じゃないよ。未満は含まないということですから、40以上のこっち。はい、25も同様です。25以上の方ね。はい、23。で、32。で、3十。 これもね、30以上の方に含めてくださいよ。はい、27。で、22ですね。はい、これで全部調べ終わりました。はい、じゃあ数字書いていきましょう。実際はこのね、正の字は、あの、書いてあと消してくださいね。今回、版書なんで残しておきますが、回答には書いていません。はい、ということで、数字書き終わって、で、これ消したら OK ということね。で、一応さ、この問題優しく20って書いてあります。 まあ、つまりデータ数20個あるってことね。20名の握力の記録だから。だから、ここの数字が足して20になるかっていう確認も一応しておきましょう。2たす4たす6で12。で、4足して16で20。合ってますね。こういう検算ね。結構重要ですよ。 はい。で、その次、また範囲を求めなさいと。はい。範囲って何かっていうと、実際にあるデータの最大値引く最小値ね。だけど、やっちゃいけないのは45引く15。これやっちゃダメ。これやっちゃダメな例ね。なんでかっていうと、だって45と15はあくまでも階級の、階級に書かれている数字であって、実際にあるとは限んないよね。はい。じゃあ、実際にある数字の中で最大引く最小値ですから、41が一番でっかくて、一番小さいの15ですね。だから41、41引く15が、 やるべき計算ね。はい。ということで、範囲は 26kg が正解になります。よろしいでしょうかね。じゃあ次、括弧コ2番。階級の幅は何 kg ですかまあこれはいいよね。もうさっき説明した通り、それぞれの階級の、もうそのまま幅です。どこでもいいですが、例えば、じゃあ一番上20-15で 5kg が正解になります。 はい、カッコ3番です。属する人数が最もはい、階級値は何かっていうと、各階級の真ん中の値ね。真ん中の値。はい、じゃあ、属する人数が最も多いところっていうと、この上から3段目の階級、25から30の階級ですね。はい、じゃあ、ここの階級値ですから、25と30の真ん中を求めればいいということになります。まあ、こんな式でいいかな。 25たす30の、まあ、半分であると。まあ、割る2とかかける1 2分の1とかどっちでもいいですよ。はい。ということで、階級値は 27.5kg になります。で、この資料の整理、まあデータ分析みたいな範囲では、結構こういう何とかの値を求めなさいとか言われた時に、小数で答えることが結構多いです。まあ、もちろん分数で答えても間違いではないし、罰はされないと思うんだけれども、まあ関連的に、まあ小数で表されることが多いですね。まあパソコンとかのエクセルとかね、触ったこと ある人ならわかるかもしれないんだけど、ああいうエクセルとかの計算で出てくる値とかっていうのは、基本的に小数ですね。だから、一割三とかやっても、三分の一って出るんじゃなくて、零点三三三三三っていう風になるんですね。まあそれはもう、そのコンピューター内のエクセル内の計算処理が、そういう風にできてるからなんですけれども、まあそこに通じる話として、こういうデータ分析で出てくる答えは、基本的には小数で答えるという風になります。で、じゃあ、例えば、一割三みたいな計算が出てきたら、どうする でですすかかっててなななるかもしれないいんんだけどあんまり出てこないですそういうなんていうかちょっといやらしい感じのね0.3333で答えればいいのか3分の1で答えればいいのかみたいなそういう数字のね設定の問題っていうのはあまり出てきませんが。 ま、もし出てきたら、分数で答えたらいいんじゃないですかね。だって分数で答えれば、数学的には絶対間違えてないんでね、数値はね。ただ、ま、小数で答えられる範囲であれば、小数で答えるのが関連的だということですね。だ例えば、このね、カッコ3番の問題だって、2分の55って答えても別にツにはなんないですよ。だって数字として合ってるんだからね、数学上合ってるから。だけれども、関連的にデータ分析では小数で答えるよということで、まあ、小数で答えることをお勧めしているという感じね。はい、よろしいでしょうかね。 はい、ちょっとここでね、赤コラム挟んでおきます。まあ、コラムなんで別に覚える必要はないんだけれども、まあ、ちょっとサブ的な豆知識としてはちょっと重要めな並走なんだっていうような知識です。まあ、なかなかね、自分でその度数分布表を作るっていうことはないと思うんだけれども、まあ、でも今回だとさ、階級の幅が 5kg だったんだけれども、別にこれ5じゃなくてもいいよね。例えばさっき言ったような 10kg っていう幅でももちろん度数分布表は書けるし、なんだったら 1kg ずつの度数分布表 表を書いてもいいわけですじゃあその時にちょうどいいぐらいのねその階級の幅ってどれぐらいなんだろうみたいな話でその階級の幅が広いまあ、大きいもしくは小さいことによってどういうような度数分布表のその意味合いが変わってくるのかっていう話をね一応しておきたいと思いますはいまず階級の幅が大きければという話をしておくとこの特徴としては全体の傾向がまあ、つかみやすいわかりやすいまあそれはそうなんだよねだって例えばさっきの問題でもまあこれだけでもね 5kg でも結構階級大きい方だからまあ大体ねこの数字を見ればあなんとなくまあ真ん中ぐらいが多いのかなっていうのがねわかるんですけれどもじゃあ例えば階級の幅を10にしたとしたら15から25の階級6人で25から35の階級が10人。 で35から45の階級が4人ってなるわけですよね。そうすると、64っていうふうなざっくりな値にすればするほど、なんとなくのね、傾向がつかめるよね。あ、やっぱ真ん中が多いんだな。だから今回だと25から35ぐらいの握力の人が多いんだなっていうことがわかると。一方で、これをより細かくしていくと、 もちろんそれでもね、全体像を見れば傾向っていうのはつかめるんだけれども、でもそれぞれの細かい階級を見ていったときに、もしかしたら偶然さ、例えばじゃあこれをね、1kg ずつの階級に分けたとしたときに、 つまり、15kg の階級、16kg の階級、17kg の階級っていう風なね、1kg ずつの階級にしていくと、まあ、階級の幅めっちゃ小さくなりますよね。そうした場合、どういうことが起きてしまうかっていうと、例えばこのデータだと、15っていうデータは1つあるんだけど、16っていうデータはないじゃないですか。で、17っていうデータもないでしょ ってなると、15があって16、17ないってことは、あ、15の人が多いんかなっていうような見方ができますよね。でもそれって今回のさ、大まかな傾向とは外れてるじゃないだって今回の大まかな傾向っていうのは真ん中ぐらい、25から35ぐらいの人が多いっていうような。あるいは 5kg ずつの階級で見たときには、 25から30の人が多いっていうような全体の傾向でしょだけど、めちゃくちゃ細かいところ、まあ、ミクロに見ていくっていうんですけれども、こうミクロに見ていくと、15がいて16がいなくて17がいなくて18がいない。 っっってなってててななななしまうううとと15 16 15がががいいいいいかからいないってことは15が結構いるんかなっていうような見方ができてしまうとでもそれって本当のことを言えば全体を不完視して言えば15がいるのってまあ言っちゃったまたまじゃないですか普通はほとんどの人が20から2 35なんだけどたまたま15の人がちょっといたんだよっていうようなことじゃないですか,だからそういう意味で言うと細かくすればするほどその全体の傾向っていうのが捉えにくくなってしまう。 一方で、この階級の幅を大きく大きく、つまり、遠くから見る感じですよね。グラフを遠くから見ると、ざっくり見ると、全体の傾向を捉えやすいということがわかります。 で、一方で、小さければ、階級の幅が小さければ小さいほど、情報の正確性が保たれるというような特徴があります。まあ、要するに、さっき言ったように、1kg ずつのね、階級に分けたとしたら、データをざっくり見なくて済むわけよ。そのまま15だったら15の階級に入れたりとか、24だったら24の階級に入れたりするんだけど、こういうふうに階級を広げてしまうと、 ここ例えばね、二人って書いてるけど、じゃあその二人が具体的に 15kg なのか、例えば 19g なのかっていうことが分かんなくなってしまうわけね。だからまあ、この関係性っていうのは反対の関係ですね。階級の幅を大きくすれば、全体の傾向を捉えやすくなるが、情報の正確性は保たれないとか。あるいは 階級の幅を小さくすればするほど、情報の正確性は保たれるが、全体の傾向が見えにくくなるといったような効果がありますよね。だから、まあ、こういうね、度数分布表に関するちょっとこう、難しい問題っていうか。 記述的な問題を脱出すとすれば、度数分布表の階級の幅を大きくする、または小さくすることによる影響を答えなさいとかいう問題が出てきたら、えこういうことを知っていれば答えられるということになります。まあ、なかなか出ないけどね、そんな問題ね。で、まあ一応クロコラムね、まあ、全くも無視していいような内容なんですけれども、一応関連事項で、こんなのもあるよ、世の中にはこんなのもあるよという紹介です。えー、最適な階級の数を求めるスタージェスの公式というものがあります。まあ 階級の数っていうのは要するに階級の個数ですよ。だから今回で言うと6階級ありますよね。この何階級存在するかっていうのを、まあ、迷った時にですね、自分でデータを作るときにね。で、もちろん何,何階級にしてもいいんですよ。で、大きければ大きいほどこういう特徴があったり、小さいほどこういう特徴があるんだけれども、迷った時にベストな階級の数だろうとされている、まあ、スタージェスの公式というのがあります。 中学数学ではね、習わないようなログっていう、まあ、関数を使うので、もう本当に黒コラム。どうでもいいんですけど、こういうのがあると。階級の数イコール1たすログ2のデータ数と。だからまあ今回の問題とかだと、こういうふうに求められるわけ。1たすログ2の20。今回データ数って20個あったよね。20人の男子の握力ですから。 20個データがあるわけです。だここに20を埋めれば、で、まぁ、ログっていうのはね、基本的には、もうあの、電卓じゃないと数値が出てこないので、ちょっとスマホで今から計算しますね。はい、計算すると、これ大体5.322、点点点点って、まあ、ずっと続いていくんで、ニアリーイコールで5.322としていますが、だから大体 5, 5個か6個、まぁ、死者語にすると5個ぐらいの階級数だと、まあ、全体の傾向も捉えやすいし、情報の正確性もそこまで失われないということになります。だから比較的、今回のこの データっていうのは6階級ですから。まあ、スタージェスの公式に割と乗っ取ってますよね。5.3個ぐらいがちょうどいいんだからっていうようなね。まあ、こういうクロコラムの公式を一応紹介しておきました。ここは休憩ね。はい、それではね。次の問題行きたいと思います。はい、四角に右のグラフはあるクラスの英語のテストの結果をヒストグラムに表したものです。はい、またね。違う度数分布表とは違うものが出てきました。ヒストグラムです。これも説明しておきましょう。 はい。ヒストグラムのポイントなんですけれども、基本的に度数分布表とほぼ同じだと思ってください。だから、度数分布表とヒストグラムが別のジャンルっていうわけではなくて、同じジャンルに存在する、まあ、表し方の異なる表、あるいはグラフだと思ってください。で、表してることは同じだと思ってください。使う指標は全く一緒です。はい。階級の幅を横、度数を縦とする長方形を並べたグラフと、まあ、あるいは中上グラフと言ったりもしますが、 だから、このヒストグラムを見てください。結局、この横がさっきで言う階級なんですよ。30点以上40点未満、40点以上50点未満、50点以上60点未満。だからさっきで言うところの 15kg 以上 25kg 以下、みたいなやつね。 15kg 以上を 20kg 未満みたいなあの階級あったじゃないですか。あれが今回この横に来てるだけ、ね。で、さっきのやつではその横に度数、人数を書いてるじゃないですか。それを今回は縦軸に表しているということね。だからここの長方形に関しては正方形みたいになってますが、長方形に関しては30点以上40点未満という階級に 度数2、つまり2人存在するということね。もう1個右いっとくと、40点以上50点未満という階級には、度数4、つまり4人データがあるよということになります。だから、表し方の違いですね。言ってることは全く一緒です。同じデータを表、度数分布表で表すのか、ヒストグラムで表すのか、どっちかということですね。だから名前がね、全然違うからもう別物みたいになっちゃうんだけれども、言ってることは一緒だと。ただ表し方が違うということだけね。はい を書いいいててきまましした度度数数分分布布表とととと同じく階級ごの示るうことになりますだからまあヒストグラムの方がよりまあちょっと A, A っぽいよね。視覚的な情報が多い。で、度数分布表の方がまあ数値的なね、数字によって表しているっていうような感じでね。こっちは視覚的情報。度数分布表は数字的な情報になるかなというところですね。まあ言ってることは一緒ということです。 で、カッコ4番に度数折れ線っていうのが書いてありますから、この度数折れ線っていうのも説明しておきます。はい、度数折れ線もしくは、まあ、度数分布多角形とかも言ったりしますが、はい、これはヒストグラムによってできるものね。ヒストグラムのそれぞれの長方形の上の辺の中点を結んでできる折れ線であるということになります。まあ、先書いちゃいましょうかね。だからカッコ4番先に解いちゃいますね。そんなに難しくないからね。 はい。まずはそれぞれのこの上の辺の中点にちょっと印をつけました。で、ちょっとポイントはここの真ん中にもつけると。ここの真ん中にもつけるということね。で、それぞれの中点を結んでいくと。まあ、要するに点を結んでいくと直線で結べばいいだけです。はい。なので、カッコ4番はこのような折れ線がかけていれば OK になります。まあ、要するに度数分布を示している 折れ線グラフですよということですね。まあ、だからこれで言うと大体30点以下の人はまあいなくて、だん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 上がっていって60点以上70点未満のところで一番高くなって。 で、また、だん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 下がっていくというようなことですよね。で、なんでこれが度数分布多角形と呼ばれるかももうわかりますよね。要するに、ここに多角形ができるわけですよ。この下の線も含めてね。だから、度数分布多角形っていうのは、要するに、まあ、ちょっとこれわかりづらいですけれども、まあこの場合だとここ直線になるので、1、2、3、4、 五角形かなここに五角形ができると。ちょっと分かりづらいけどね。ここにできる五角形が、まあ今で言う度数分布多角形になります。はい。よろしいでしょうかね。で、で、少し補足しておくと、この度数分布多角形の面積と、このヒストグラムの長方形の面積の合計が等しいという関係があります。 で、なんでかっていうと、まあ、そんなに難しい話じゃなくて、例えばここにさ、めっちゃちっちゃい出っ張ってる直角三角形ありますよね。ここにね、ここ、ここ。で、これがここに埋まるってこと。こことここ同じ面積だよね、っていう話です。こ,ここういうふうにね。で、それがすべてのところにおいて出来上がると。例えば、こことここが一緒とかね。例えば、こことこことかね。まあ、ちょっと全部やりませんが、すべてのこの直角三角形が、この多角形の中に補充されていくような形で、面積が等しいということが説明できます。 はい。まあ赤コラムで書いておきましょうかね。別に必ず知っておかなきゃいけないわけではないんですけれども、まあちょっとサブ的知識としては重要かなという感じで、ヒストグラムの面積。まあ正確に言うならヒストグラムの長方形の面積の合計ですかね。が、度数分布多角形の面積と等しいということになります。だから例えば、度数分布多角形、あるいは度数折れ線と、まあこの一番下の辺によって囲まれる面積、まあどちらでもいいんですけど、その面積を求めなさいとか言われた時に、まあもちろんね、その多角形の面積求めに行ってもいいんだけど、 このの長方形の面積合計すればいいいいいんでしょううっててに求めてもいいわけね例えばこれだったら 10×2 で20とか 10×4 で40とかっていうのを全部足せばいいっていう話になるからまあ多角形を求めるよりかは長方形との足し算の方が楽かもしんないよねまあそういうような工夫ができたりもしますがまあそこまで難しい問題は出ないような気もしますがねまああくまでコラムと並走なんだ知識ねまあ、いずれにしてもこの度数分布多角形あるいは度数折れ線っていうのがどういうものなのかっていうのをしっかり押さえておいてくださいそれ,ぞれ これの中点を結んでいくということね。はい、まあ、ここぐらいまでヒストグラムに関しては知っておけばいいでしょう。はい、それではね。これを基礎として問題を解いていきましょう。かっこ1番、このクラスの人数を求めなさい。もうこれは数えるだけですね、えー、それぞれの階級に度数何人いるのかっていうのをまあ、計算すればいいということになります。まあ、一応見ておきましょうか？ 二人、四人、六人。で、これはちょうど真ん中ですから、九人ね。で、八人、これもちょうど真ん中だから、七人、四人っていうのが全てのデータ数ですね。あとはその度数を合計してあげるということになります。はい。計算して40人となります。よろしいでしょうかね。はい。それでは、カッコ2番いきましょう。カッコ2。60点以上、80点未満の生徒は何人ですか もうこれはデータ読み取れますかだけの話ね。60点以上、80点未満だから、この2つのデータ、この2つの長方形の人数を答えればいいですね。つまり、9人と8人、合わせて17人が答え。はい、括弧コ3番、得点が70点未満の生徒は全体の何ですか はい。70点未満の人数をまず調べますと。70点未満ということは、ここより左ですから、1、2、3、4つ分の長方形ですね。ここの人数をまず計算しましょう。はい。計算すると21人。これが全体の何ですかということなので、まあ、全体40人ですから、40分の21全体分の今回のね、21人。で、これで割合出して、で、パーセントで答えてくださいということですから、まあ、100倍すればいいですね。 ま、もしね、知らなかった人は覚えておきましょう。割合をパーセントにするときはかける100倍ね。で、分数で答えを出すと2分の105って出てくるんだけど、基本的にはデータ分析では小数で、え答えられるときはね、小数で答えた方が良いので 52.、52.5%とするのが、ま、あ丁寧な答えになるのかなと思います。はい。で、過去4番のヒストグラムに書き込みなさい、度数折れ線に関してはもうや,やりましたね。この赤い線が答えになります。い、まあ、一応ね、中点を結びました。それ分かってますよっていうことを示すためにも、 この中点にちょっとだけね、このぐるぐるぐるっていう風に点を打っておくと、あ、この子分かってんなっていう風に伝わると思うんで、この中点ね、真ん中の点あたりを、 ぐるぐるぐるってして繋いであげるのがいいと思いますまあわざわざねちょん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 みたいなその同じ長さですよみたいなわざわざその同じ長さですよマークを書いて中点を示すところまではねやんなくてもいいと思いますそうしちゃうとねかなりこう細かい図になってしまいますのでそこまではいいので中点っぽいところにプロットしておいて点を打っといてでそこを結びましたよっていう風な書き方で十分丸をもらえるんじゃないかなと思いますはいよろしいでしょうかね今回以上になるんですけれどもまあ多分初めてね度数分布表とかヒストグラムっていう の知った人も多いんじゃないかなと思いますがこのジャンルのねまあ、データ分析のジャンルはまあ、何よりもねまずは暗記というか意味をちゃんと知っておくっていうことがまあ、一番重要です計算自体はもう本当に大したことないよね足し算とかまあ、基本的な割合の計算であったりとかっていうことになってくるので まあそれ以上に、度数分布が何なのか、度数って何なの階級って何なのヒストグラムって何なの度数折れ線、度数分布多角形って何なのみたいなところ、結構ね、専門用語みたいなのが結構出てくるんで、そこら辺の意味合いをちゃんと単語に対して自分なりのね、言葉で説明できるように理解を深めておくと、 まあどういう問題でもね、比較的点が取れるジャンルになるのかなと思います。まあ他のね、数学のジャンルに比べたらこういうデータ分析のジャンルってすごくマイナーなジャンルで実際入試でもね、あまり出題されない傾向にあるはあるんですけれども、とはいえですね、実際に入試でも出たりしますし、まあ今後ね、どん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 データ分析みたいなことがまあ世の中的にね、まあ今プログラミングとかもね、授業に入ったりして、時代の流れとともにね、このデータ分析っていうジャンルが重要 される傾向にありますからまあ、しっかりとね言葉に対する意味を、えー、しっかり理解しておくと十分ね問題対応できると思いますのでそこら辺をしっかりと復習しておいてくださいということで今回以上にしたいと思いますよろしければグッドボタン高評価押しておいてくださいそしてチャンネル登録まだの方ポチっとよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました以上オレンジ先生でしたバイバイチャンネル登録よろしくねー